ははいこんにちは親の力です前回の動画でね算数の教科書の変化についてお話ししましたね。今回はですね6年生の社会の歴史の教科書の変化についてね、えー、紹介したいと思います。まずですね仁徳天皇陵という言葉ね、えー、これがですね「大仙陵古墳」とかね「大仙古墳」というふうにね変わったんですね。仁徳天皇についいてははでですね実在したかも定かもないというふうに言われております。 次に、ね、聖徳太子なんですけど一時ね「馬宿の王子」というふうに変わりましたよ変わりかけたと言ったわけですかねでもこうセロの強い反発によってね聖徳太子、えー、という名前もね存続することになったわけですねで日本最古の貨幣がですね和道開鎮というものだと言われてましたけれども不本線に変わりましたねこれはですね実物の不本線がねたくさん発見されたんでね えー、変わわったけけですけど、ね、実はですすどねね実はもっと古い貨幣も存在したというね説も有力なんで今後も変わってくる可能性っていうのは、ね、645年にね中大江の王子と中鳥見の鎌りがね蘇我のイルカを討ち取った事件「大化の改新」と覚えましたけどね今はね「一子の変」と言われてます。 えー、その後の政治改革がね大化の改新でありまして事件そのものはね646年に起きた一種の変なんですね。で鎌倉幕府の成立は1192年からね1185年に変わりました。以前はねいい国1192年いい国つくろう鎌倉幕府。 という風に覚えましたけどね。これからはね。1185なんでいい箱作ろう。鎌倉幕府と覚えましょう。ということなんですね。で、こういう風うにね。なぜ変わったかというとですね。源頼朝は1192年に征夷大将軍に就いたんですが、その前の1185年にはですね。守護とか地頭こういったものをね。任命するなどしてね。実質的にはもう幕府の制度をね。整えていたからなんですね。で、応仁の乱はですね。 応仁文明の乱というふうに変わりました戦いの大半はですね文明というふうに、ね、改元した後に、えー、続いていたからですねで、江戸時代の、ね、踏み絵は絵踏みに変わったんですね踏み絵はですね踏まれる絵のことを表す踏む行為は絵踏みだからですね、えー、歴史の教科書にはですね歴史の専門的、えー、最先端の研究がですね 進展して新しい歴史的事実が発見されるたびにこの教科書はね書き換えられていくんですよ。ですからね今の教科書に書いてあることもね実はね本当の真実かどうかというのはね疑わしいわけですね。もしかしたら全然違ってるということもあるかもしれません。で私も長生きしてねそういう変化も見てみたいなと思うわけですけどね。 えー、皆さんもねご自分が、あのー、今まで勉強したものとね、あのー、今の子どもたちが使っている教科書ちょっと違いがないかなという視点でね見てみるっていうのもねあの興味深いんじゃないでしょうかね是非お子さんと一緒にね、あのー、教科書を見るきっかけに一つしていただけると面白いんじゃないかなと思います、えー。ということでね今日もご清聴ありがとうございます。今日も1日も明るくくく楽しし幸せにお過ごしください。